スホクラントは、オランダ・フレボラント州の管拓地北東ポルダー内に、ある、元は、ゾイデル海に浮かぶ島であった場所。アイセル川の河口の北、北東ポルダーの南部にあたる部分に南北に細長く、伸びている。島の住民は独自の方言や文化を育んでいたが、高潮で危険であるとして19世紀に放棄された。1942年には、ゾイデル海開発の一環となる。 北東ポルダー観択工事によって陸続きとなり島でなくなった。しかし低い観択地の中に若干盛り上がった場所があることからかつて島であったことが伺える。またミッドデルベルト集落のあった場所には水際の擁壁の一部が昔のまま残っている。スホクラントが周りから高くなっているのは最終表記の氷河地形の名残であり、 氷河が流れた後に形成した土手が元になっている。古代には広い低湿地が広がっていたオランダ北西部は、北海の海水面上昇と南への海水の侵入により巨大な湾であるゾイデル海へと変わった。スホクランとは、中世にはゾイデル海の中に突き出した半島であり、魅力的な農地となっていたが、絶えざる海水による侵食により、15世紀には海中に、 孤立した島となってしまった。北海が荒れるたびに沿い出る海も波の影響で、荒れ狂うため、スホクラントは絶えず、洪水や高潮の脅威にさらされる土地となった。19世紀までにスホクラントの面積は、中世の時点からますます小さくなり、150ヘクタールほどに縮小し、住民は定地を捨てて高台に集落を移し漁業、などで生計を立てた。これが、北の集落。 エミロード及び南の2カ所の集落マレンブルト、ミッドデルベルトの3集落である。これらの集落はオーファー・アイセル州に属しており、北の集落は主にローマ・カトリック、南の2つの集落は主にオランダ改革派を信仰し、3つの集落からなる自治体スホクラント村には1849年に641人の人口があった。 孤立した島に住む人々は独特の方言を話し、独特の衣装を作るなど、島独自の生活や文化を築いてきた。しかし、1825年の大洪水で、スホクラントは破壊され、オランダ政府は1859年、人命の危険があり堤防建設など、生活維持に費用のかかることを理由に、スホクラントでの高級的集落の放棄を決定した。スホクラント村は、 廃村となり、本土のペン市に併合された。本土に移住した島民の子孫は、現在、教会を作って、独自の伝統や言語の継承を続けている。皮肉なことに、19世紀半ば以降、島に対する波の侵食や洪水は減少した。1942年の北東ポルダー完成後、スホクラント周辺は再び農地へと変わった。今日では、 スホクラントは19世紀までの漁港や教会、住居、洋壁、灯台などが残る考古学遺跡群とその歴史を展示するスホクラント博物館で有名である。1995年にはオランダ最初の世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。